そこが気になる。どうも、関西で喋り手をしています。僕、そこが気になっていることを毎日襲っております。今回の気になるは、松原豊さんのお別れの会。僕、お葬式もお通夜も行けなかったりしたもんで、松原豊さんのお別れの会行けたらなって気になってたんですけど、仕事の予定だったんですが、その仕事がなくなりまして行けることになって、で行ってきたんですけど、行けてほんま良かったなって思いましたね。まあ、未だにそのお亡くなりになったことは信じられないですけど、その前に僕と松原さんとのつながりっていうのは以前にも動画でお話ししてるんで、よかったら上とかに出てくるんで見てもらいたいんですけども、いや、お世話になりましてね。で、何の恩返しとかもできないままでしたし、なんやったらちょっとね、裏方の人でありながらここまでおもろい才能あるってちょっとずるいなっていうか、軽く嫉妬するぐらいの僕にとっては人やったんですけど、でもそのやっぱ松原さんの人柄、才能によって集まった会社の人たちとか仲間のミュージシャンの人、そしてキッズですね、音楽ファンが神戸国際会館国際ホールっていう2112人入る会館でね、お別れの会を開くっていう、すごいことやなって改めて、まあ、カミング神戸というねフェスを主催実行委員長としてやってたっていうのはあってもね、ここまでの人がお別れをしに来るってやっぱ松原さんならではやなって思ったのと、ほんまにね、音楽層っていう感じでもありで、笑いもやっぱしんみりすんのがさせたくないっていう、こうパインフィールズ松原さんが立ち上げた会社の人たちの思いもあって、ちょこちょこ笑いの仕掛けはあるんですけど、そこまで笑っていいものなのかどうなのかって戸惑ってたお客さんもいるとは思うんですけど、でもこう笑顔になれて、そしていろんなお世話になった、あるいはお世話したミュージシャンの人たちが来て弔辞を述べて、弔辞の代わりに歌って、と最後は10フィートのたくまさんが笑いも取りつつ、すごいな思ったんですけどね、そのほんま名前を間違えるボケとかから繰り返しこういうフレーズとか、笑いを織り交ぜながら最後リバーの特別なアコースティックバージョンで聴かせるっていうね、愛に溢れてましたね本当に。で、その若くして息子さんが2人いらっしゃって、若くして結婚なさったんですね。でも大きな息子さんと言いましても、まあ20歳前後だと思いますけど、でもこの息子さん2人がいて、そして周りにこう松原さんのことを慕ってたスタッフの人が支えていく体制がもう出来上がってるんで、なんか大丈夫なんだなってこう思いましたし、この息子さんたちなら、息子さんも面白くてね、すごいなと思いますけども、だからそのイズムっていうんですかね、松原さんのその常に笑いを忘れない音楽への愛とか、そういったイズムっていうのはカミング神戸と共にこうずっと受け継がれていくんだろうなって、で僕たちのそのやっぱ心にずっとね生き続けていく、神戸に太陽と虎がある限り、
カミング神戸が開催される限り、たとえ開催されなくなったとしても、うん、いつまでもその神戸のミュージシャンたちには特にこうそのイズムは受け継がれていって、うん、今後も一輪のバラは神戸に咲き続けるのかななんていうことを思いました。そこでした。さよなら、バイバイ。